思うけど、ドアラは3日間このドドマリンスタジアムで盛り上げてくれるんだよね。あ、そう、前説でございます。そうでございます、正解です。何、なんか仕込んできたの？もうそれだけ取ったら意味ないでしょ。はい、名前だけでも覚えてください。はい、はい、よろしくお願いします。みんな大体知ってる。名前だけ、ほんと名前だけ。もうちょっといてくれよ。あの、せっかくだからさ、今日ドアラがどこでこう活躍するのかを紹介しようと思って、ね、なんかあの他にも、あ、なんもない。じゃあこっちから紹介しますということで、ドアラにはこの後16時45分から、はい、ドリームスタートパーティーあるんだよね。こちらの方に登場してくれるんだよね。大丈夫だよね。ほぼ出ない。なるほど、ほぼ出ないそうですが、ドリームスタートパーティーがあって、はい、その後、試合開始前、もちろんグラウンドにも登場しますし、5回にはね、花火が上がるんですが、その時も、グラウンドに登場してくれますし、はい、ちょっと風向きがね、ちょっと心配ではあるんですけど、ね、あの風を読んでおります。花火が上がる時もグラウンドに登場しますし、はいはい、そして7回のラッキーセブンもね、ドラゴンズのラッキーセブンにも登場しますし、あとは試合終了後、マリーンズドラゴンズキャラクターバラエティステージ、こちらの方でも登場しますし、はい、もう一つ、はい、2階の撮影会がありまして、はいはい、撮影会にもマー君と一緒に登場してくれるということで聞いてますけれど、待ってますよね、はい、ドラさん。ということで、ってます、はい、あのいろんなところでドアラに会えるチャンスがあると思いますので、はい、お願いいたします、はい、ドラゴンズファンの方もマリーンズファンの方も楽しんでいってください。では前説はこれぐらいでよろしいですかね。何か言い残したことありますか？何かあればどうぞ。さあ、ここから3日間でドアラもこの外マリーンズスタジアムを盛り上げてくれますので、はい、あとは頑張ってと。はい、かしこまりました。頑張ります。頑張ります。ではドアラどうもありがとうございました。ご苦労様でした。名前だけでも覚えて帰ってあげてください。お願いいたします。みんな知ってるから来てたからね。さあ、ということで、はい、ドアラもね、盛り上げてくれましたけれども、はいはい、ここからはマリンズのイベント情報などをお伝えするコーナーに参ります。